アムダリア川は、パミール高原、ヒンドゥークシュ山脈から発するパンジ川とバクシュ川が合流し、北西へ向かって流れる。もともとは、アラル海に注いでいたが、現在は、川口部では、ほぼ干上がっている。延長2 5 7 4トル、全長1 4 1 5トル。ダリアは、海を意味するペルシア語のトゥルク語読みになるので、 アム川と表記する場合も見られる。中国語文献に水または、オコガと見える。ギリシア語文献でオクソスの名前で記されている川で、ソグド語では、ワフ種と呼ばれ神格のある大河であった。ペルシア語のアームの他に、アラビア語では、ジャイフーン川とも称されていた。パンジ川の流域アムダリア川の源流は、ヒンドゥクシュ山脈のワフジール峠から発するワフジル。 川である。これに奥数川が加わっては半川になるが、すぐにパンジ川と名前を変える。パンジとは、5つの意味であり、パミール高原の氷河や万年雪などから流れ出た4つの川が、次々と合流する。パンジ川は、タジキスタンのゴルノバダフシャン自治州とアフガニスタンのバダフシャン州の間の鉱山地帯を西に進み、途中で北に大きく、 向きを変えて長い距離を流れていく。その後また南に向きにを変えると、高山地帯を抜けて、タジキスタンのハトロン州に入る。ハトロン州とウズベキスタンのスルハンダリヤ州の間は、パミールアライ山脈から南に行く筋ものシミヤクが走り、シミヤクとシミヤクの間に盆地が広がる複雑な地形になっている。パンジ川が最初に出会うのは、アフガニスタンのタハール州から、 ハトロン州に広がる盆地であり、その西には、クンドゥーズ州から広がる盆地がある。この辺りはいくつもの川が合流する地域で、まず北から、キジルス川が合流し、次に、南から、国茶川が合流する。北からバフシュ川が合流すると、パンジ川は、アムダリア川と名前を変える。アムダリア川は、 タジキスタンとアフガニスタンの国境を精神し、南北から二つの川が合流する。この辺りから、アムダリヤ川砂岩では、トルクメニスタンのカラクム砂漠まで続く広大な平野が、始まる。一方、アムダリヤ川ウガンは、ウズベキスタンのスルハンダリヤ州に変わる。北から二つの川が合流すると、パミールアライ山脈の最後のシ脈が終わり、アムダリア川は、砂漠地帯に入る。 アムダリア川がトルクメニスタンのカラクム砂漠を北西に進んでいくと、左岸にカラクーム運河、右岸にアムブハラ運河がある。ブハラではかつてはパミール高原の北側から流れてきたザラフシャン川が合流していたが、現在は干上がっている。アムダリア川がさらにウズベキスタンのキジルクム砂漠とトルクメニスタンのカラクム砂漠の間の国境を北に流れていくと、 トゥヤムユンク局部がある。ここから、西は、アラル海周辺のトゥランテージである。この一帯はかつては、川口デルタだった場所で、現在でも巨大なオアシスがある。しかし、カラクーム運河の分流量が多すぎたために、アラル海が干上がり自然破壊や水の危機が、深刻化している。アムダリア川を通じて流れてくる、大量のセンサは、カラクム砂漠や、キジルクム砂漠。 川口デルタを形成した。あらる海南岸の肥沃なデルタ地帯では4から5000年、前から人が住み始め、農業が行われたことが様々な遺跡の調査で判明している。アムダリア川の支流の一つである国茶川には、有史以前から、ラピスラズリで知られていたバダフシャーンがあった。またアムダリア川の上流域は、トハーリスターン地方、中流域は、 ザラフシャン川水系のブハラ、川口部には、コトキャトなどのホラズム地方が隣接していた。またかつてのケリフウズボイや、現代のカラクームウンガなどを通じて、メルブ遺跡にも分流しており、流域では、様々な文明が生まれ滅んでいった。数千年の間にアムダリア川の流路は何度も変わり、川の流れが著しく変わるたびに人々は城を作り変えたため、その下流には、 多くの都の城跡が残されている。例えば10から13世紀まで、ホラズム王国の首都として栄えたウルゲンチは14世紀まで、ホラズム地方の中心として栄えたが、17世紀にアムダリア川の流路が変わると、南東1 5 0トルのヒバに、繁栄の中心が千里、ヒバ半国などができた。アムダリア川は、中央アジアの大平原を2つに分け、 北方からやってくる遊牧民とイラン人などの地元住民を分ける国境としての役割も果たした。サーサーン朝時代には東方教育であるフワラーサーン地方と秋田家クズなどが住むソグド地方とを分けイスラーム時代になってもォラーサーンとマーワラーアンナフルを分かつ境となった。19世紀のアムダリア川はグレートゲームを演じるロシア帝国と 大英帝国がせめぎ合う境界となり、20世紀には、共産権とそれ以外がせめぎ合う境界となった。欠片の気候区分欠片の気候区分によると、パンジ川は、高地地中海性気候に属し、アムダリア川の上流域と中流域は、地中海性気候やステップ気候や砂漠気候に属し、川口部は、砂漠気候に属する。 クトルグティムールミナレットアムダリア川の中流部には、砂岩のカラクム砂漠を中心に、トルクメニスタンからアフガニスタンまで、数百キロ続く広大なアムダリア堆積盆地があり、天然ガスや石油を産出する。一方、アムダリア川の上流部からパンジ川の川口部に、かけては、アフガンタ軸堆積盆地があり、こちらにも、大量の資源があると予想されている。 川口付近の衛星写真1960年代以降、旧ソ連の自然改造計画により、カラクーム運河が建設され農地が開発された。しかし、この運河は原始的工法で水が大量に大地に吸収されてしまっている。さらに、砂漠気候の気象条件下で蒸発量も多く、この蒸発と毛細管現象に伴う激しい塩害が発生している。 さらに巻き上げられた塩、農薬による住民の健康被害も発生している。この運河建設や下流部での無計画な灌溉により、流入量の激減したアラル海は急速に縮小し、周辺環境が大きく悪化している。また、下流での灌溉排水がサリカミ主定地に流れ込み、新たに巨大な湖が誕生するという事態も発生している。 ありがとうございます。